はい、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 どうも、大事マンブラザーズバンドのボーカルじゃない人でございます。はい、今回の動画ですね、2019年6月1日、発売になりました、ホットウィールベーシックカーの購入したものを、紹介していきたいと思います。6月になったのでね、ホットウィールのカレンダーがをめくりましたので、そちらの方もね、画像、この動画で、冒頭の方にねお見せしますので見ていただけましたか？あれ？はい、では、ね、早速紹介していきたいと思います。はい、じゃんバババババン。結構大量に買いましたね。11台購入しました。それでは早速見ていきましょう。はい、それではバーン、じゃじゃん、これ私大好きな車種ウニモグですね。はい、やろう。はい、それと、はい、バババーン。あ、これね、これ先月発売になったマツダレプですよね。買う気はなかったんですけど、なぜか取ってしまいました。はい、次、あ、これは欲しかったやつ買いました。はい、ムスタングですね。これが92年フォードムスタング、フォードマスタングですね。はい。こんな感じ、買えたよイエーイ、めっちゃ、ホリデーイエーイ、ズバッとサーマータイ。はい、失礼しました。はい、それでこちら、やったーはい、ビートルピックアップ、49年、フォルクスワーゲン、ビートルピックアップ、49年ですよ。めっちゃ昔、江戸時代かっちゅうね。はい。はい、67年、シェーベル SS396、かっけーすごい、これね、担保がね、ふんだんに入ってる、これも欲しい1台でしたよね。買えた、よかったよかったね。はい、次、じゃーん、あ、これこれ先月ですね、発売になったものですよね。はい、カスタム69年フォルクススクエアバッグ。私この車ね、免許を取って初めて買った車がこちらでした。私のは72年だったかな。はい、かっこいいですね。ちょっとね、なんていうんですかね、けばけばしい紫の夜のね、お姉さんが好きそうな色ですよねあと昭和のヤンキーとかねはい、次、じゃあ、これもこれも先月買い逃したものを今月買えました。ポルシェカルマンじゃなくてカレラですね。96年ポルシェカレラ、これも欲しかったんですよね。はい、じゃあ次、あ、これも先月買えなかったものですね。 R32、日産スカイライン GTR R32 になってます。結構ね、今回のアソートは先月のね、人気車種が混ざってましたよね。はい、あ、こちら今月ですね。はい、11年ダッジチャージャー RT ですね。これはまあ近年のね、チャージャーですね。ダッジチャージャー、かっこいいカラーリングがいいですね。はい、わー、すごいハンドパワーです。はい、次、あ、こちら架空車ですね。ライズインクライング、これね、後ろのとこに自転車が乗ってるやつですね。これ、私持ってました、これ。ちょっとね、あまり記憶いなかったんですけど、まあ、見た感じね、面白いなと思ったので買いました。はい。これは今月の新カラーリングですよね。はい。はい。次、じゃーん。はい、最後になりました。はい、またウニモグですね。まあ、私、このウニモグ大好きですので、まあ、2台ゲットしましたね。はい。てなわけで、今回は、こちら。わははは。6ヤノと、そう、11台購入できましたね。それでは、ブリバリしていきたいと思いますので、その動画をね、見ていただけたらありがたいかと思います。なんかね、結構先月買えなかったいいものの回収アソートみたいな感じになってしまいましたね。はい、それでは次の動画、ブリバリ動画までバイバイキーン。ホットウィールらしく、このラングラーもいい意味でぶっ飛んでいなければなりませんでした。
私自身も古い TJ を所有するジープファンとして何かその魅力を伝えられないものかと考え、標高が高く空気の薄いシエラマウンテンにアタックすることに、こんなジープだったら最高だろうと思える車を再現してみることにしました。モアパワーの要求にはヘルキャット、チャレンジャーなどに搭載されている強力な V8 エンジン、エンジンの搭載で応え、アクロ走破性を高めるためにリフトアップした足回りと台形のタイヤを組み合わせています。他にも投範能力をアップさせるためのスモールバンパー、視界の確保と乗員の保護を両立したバードア、ドアですよね、スタックからの脱出を図るウインチ、川を渡る際に重宝するスノーケル式のエンジン吸気口など、本当に私が欲しい仕様になって しまっていました。なってしまっていました。かっこ笑い。今はこのホットウィールで我慢するしかないですけどね。フィール・リーマン。あ、なんか面白い文章でしたね。